男子 400m ハードル予選が全5組行われます。その第1組目、選手をご紹介してまいります。第1レーン、鈴木真人君、東海大フェンス高校。第2レーン、千葉大学。第3レーン、濱田寛治君、アクセル TC。 第4レーン、田辺翔太郎君、アクセル TC。 第5レーン、岩瀬仁平君、調整高校。第6レーン、ミスター圭吾君、幕張総合高校。第7レーン、栃木翔吾君、一律柏高校。第8レーン、森田晴人君、一律船橋高校。予選第1組です。映像で行われております男子円盤投げ決勝は現在3回。